皆さん幸という漢字は好きでしょうか。幸運、幸福などと使われるこの漢字、好きな方も多いと思います。ですが幸は1という字を取ると、途端に辛いという漢字に早変わりしてしまいます。タレントのゴルゴ松本さんは、漢字を使った命の授業でこの辛いについて、心の中に何かが欠けていて辛い状態になっている。それに気づいて1本足してあげれば幸せになれると教えています。さらに深掘りして漢字を調べると、この1という漢字は、単純に最初1番という意味以外に、何にも変え難い存在というイメージが含まれているそうです。何にも変え難い存在とは何でしょう？そう、私たち自身です。実は自分自身を見失い、自分以外のものに幸福を求めるとき、人は辛くなってしまうんです。ですが自分自身をしっかりと見つめ、自分を持っている人は他人や他のものに頼らず、そのままの自分で幸せになれるんです。もし今現在辛い方がいらっしゃいましたら、まず大切な存在である自分自身をいたわり、励まし、愛してあげてください。それが辛い状況に一を足し、幸せな状態に変えることにつながっていきます。